日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら業務スーパーで購入したレーズン&アップルシナモンクッキーとオーツハニークッキーを食べたいと思います。レーズン&アップルシナモン、なんかアップルシナモンとレーズンどちらかというのは聞いた、よく聞きますが、両方入っているのは結構珍しい気がしますね。だから初めてでもないよね。そしてオーツハニー、オーツ麦ということは食物繊維が多めで、食べやすくするために蜂蜜も使っているのでしょうか。ではまず、どっちから、やっぱりこのアップルレーズンから食べていきましょうか。中身を開けて、どんな風になっているのか。このように個包装ではなく、もうダイレクトに結構大きめのクッキーが入っている。わあ、長方形ですね。で、断面図はもう割るまでもなく、このように最初から出ています。では、どのような、皆さん、わ、結構シナモンとレーズンの甘そうな香りがしますね。では食べていきたいと思います。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。あなたにとって私たちはどんなクッキーなのかしら。今から感想を聞かせてほしいわ。そうですね、まず一口目を噛んだ瞬間に結構ザクザクといういい音が口中から聞こえてきて、甘酸っぱさや、甘ったるくない程よいまったりとした味わいが口の中に広がってきますね。だけどやっぱり音が心地いいので、これは口中の演奏会を楽しむクッキーと言えるかもしれません。なので味よりも音を求めるあなたにおすすめできるという商品ですね。1枚あたりが結構大きめなので食べ応えもありますし、オーツ麦なら食物繊維もっていうのは考えすぎかな。詳しい説明はこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず2種類のクッキーの食感と音ですが、どちらも結構生地が、まあ言い方悪いですけどちょっと粗めで、ザクザクとした音、心地よい音を噛むたびに聞くことができました。なの でこちらは長方形、こちらはオーツハニークッキーは丸になって、形は違いますけど、やっぱりザクザクとした音はどちらも共通していて、噛めば噛むほど本当に心地よくなってきます。で、その上なんですけど、こちらのアップルレーズンのアップルシナモンクッキーはレーズンの甘酸っぱさとシナモンの香りが結構強い。リンゴはほのかに香ってくる程度かな。なのでどちらかといえば甘いよりも甘酸っぱいの方が強く出ています。一方のオーツハニークッキーは蜂蜜が入ってはいるものの、甘さは結構控えめで、ところどころにオーツ麦の香ばしさを感じることができて、結構割と、なんだろう、甘いジュースとかと一緒に飲んでも意外とパクパクいける。小さなお子様だと甘さが物足りないかもしれませんが、大人だったらこのぐらいの甘さがいいのかなと思えるようなクッキーでした。で、今回は自分はオーツ麦クッキーの方が甘さだけでなく香ばしさも楽しめて、味に深みがあるように感じたので、代表として 4点とさせていただきます。それで、短夜の柱立つから月光、月の光が柱のようになっているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。